順です。今からリフティングします。小栗順です。リフティングができないゼロの状態からできるようになるまでを記録していく動画をアップしています。ぜひぜひチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。ではでは早速今日のテーマのお話をさせていただきたいと思います。今日のテーマはクレイジーボールです。フリースタイルフットボールをしている方なら誰もが知っているそんなチャンネルなんですけど、フリースタイルフットボーラーのヨウさんとコウスケさんがやっているチャンネルです。世界で戦うお二人なので、とにかくリフティングも技もめっちゃうまいです。すごすぎてやばいです。おぐりが鼻くそだとすると、クレイジーボールのお二人はスカイツリー、それぐらい大きさの差があります。そもそもおぐりが鼻くそなのも大問題なんですけど、なんでそんな鼻くそのおぐりがスカイツリーのクレイジーボールを紹介している動画を撮ろうとしたかというとですね、ちょっと嬉しいことがありまして、こんな鼻くその動画をクレイジーボールのお二人が見てくれたということで、ちょっと嬉しすぎて話題にさせていただきたいなと思って今回の動画撮らせていただくことにしました。もう最初クレイジーボールのライブ配信にお邪魔した時に、あれ、じゅんちゃんも動画作ってるのっていう風にようさんが言ってくださって、動画見に行くよって言われた時は、うわやべえみたいな、もう動揺、うわー嬉しいような、いやでもちょっと鼻くそだしどうしようみたいな、しかもフリースタイラーのことフリースライラーって言い間違えてるし、ダブルキックスって言わたのことダブルチップスって言ってるし、いや恥ずかしすぎるって思ったんですけど、ライブ配信ってね、見てる側は文字を打ち込むだけなので、別に変な発言しなかったら動揺してるのってバレないかなと思って、ありがとうございます嬉しいですって答えれたらよかったんですけど、なんと何も返事せずスルーしたような気がします。でその後動画を見に行ったりとか、ライブ配信とかもなるべくお邪魔するようにして見に行かせてもらってたんですけど、先日もじゅんさんの動画めっちゃ見てるよっていう風に言ってくれて、もう嬉しすぎてありがとうございますって言えたらよかったんですけど、またもやおぐりはそこでなぜか謎の資金を発揮して、多分何も言い返さなかったような気がする。コメントすることなくぐわーって内心になってるんですけど、シーンってなって申し訳ないですね。この場でお礼を言いたいと思います。ありがとうございます。ほんまにおぐりチキンなんですよね。でこんな鼻くそなおぐりのことでもお二人は全然バカにすることもなく話題にあげてくださるので、やっぱり大物は違うなと思って、めっちゃバカにされるんですよ鼻くそすぎて。本当にいや全然そんだけしか着れないの YouTube やってんのとかめっちゃ言われるんですけど、もうね世界で戦うお二人は何も言わずに見てくれるので、いやマジで神様ですね。でなんでそんなスカイツリーで神様な人のチャンネル登録を最初したかというと、おぐりリフティングを始めた時にちょっと全然あまりにもわからなさすぎて、調べたところでもわかんないんですけど、だってねボールが上がってくるタイミングで足を上げちゃうから、ボールと足が接することがないぐらい最初やばかったので、跳ね上がるボールそれを追いかけるような足みたいな、なんか落ちてきたボールをすくい上げるように蹴らなきゃいけないんでしょうけど、上がっていくボールを追いかけるように足が追いかけるみたいな、それぐらいクソだったんですよ。まあ、今もクソなんですけど、その時にいろんな動画を見させてもらったんですよね。リフティング上手くなる方法って動画いっぱい上がってて見に行ったんですけど、一番そのフリースタイルフットボーラーのヨウさんの解説の動画がしっくりきて、ほんととにかく分かりやすいなっていう、ダメな見本をわざと蹴ってたりとか、あと文字で要点をまとめてくれてたりとか、それがもうアホのおぐりでも理解できるようにちゃんと動画が見やすくなってたので、いやめっちゃいいなと思ってチャンネル登録をしました。でその後も自分技できないから技の動画見てもなっていうところもあったりはするんですけど、やっぱり上手い人の動画見に行くとすごく刺激を受けるんですよね。なのでもうめっちゃ見に行くようにして、最近はコメントも残すようにしてます。もういち早く動画見に行きたいと思ってやってるんですけど、最近はライブ配信もコメントもしに行ってるので、他のリスナーさんから「この人どこにでもおんな」って言われるようになりました。そうなんです、どこにでもいます多分。基本的にコメント残すの大好きなので、解説してる技が自分にできるレベルなのかできないレベルなのか関係なしに、もう難易度高すぎて無理ですらコメントをちゃんとするようにしてます。本当にライブ配信も見に行くと刺激になるんですよね。本当にみんな上手い人だから、
アラウンドザワールドができませんとか、この技教えてくださいっていう、その技名すらわからない技を聞いてたりとか、いやーやべえなーっていう、でその、あのアドバイスを聞いて、ちょっとまだわかんないんだけど、見に行くと絶対刺激になるから見に行くようにしてます。多分クレイジーボールのファンで、その絡みに行ってるおぐりを見て、こっちのおぐりのチャンネルもチャンネル登録してくださってる方も結構多いかと思うんですけど、もしもしリフティング始めたばっかりです、サッカー始めたばっかりです、クレイジーボール知らないですっていう方見えたら、ぜひ概要欄にクレイジーボールさんの URL 貼らせていただくので、見に行っていただけたらなと思います。マジでやばいから。もう TikTok でコウスケさんがもうあの足ぐるぐる回してる、多分ダブルアラウンドザワールドだと思うんですけど、グリはそれをもうひたすら回しまくってる動画を見た時にすげーって思って、もうね友達にその TikTok の URL を送りつけたんですよ。じゃあ一言で返事来ましたからね、それは無理やろ、誰もおぐりがやるなって言ってないけどそれぐらいすごいです。早くおぐりもリフティング上手くなってアラウンドザワールドできるようになりたいです。本当に最近おぐりリフティングが楽しくて、そうやってあのクレイジーボールのところに絡みに行ったりとか、コメント欄でコメントしてる人と会話したりとか、あとおぐりの動画にコメントを来てアドバイスしてくれてる方も増えてきたりとか、本当に教えてもらえる、知識を授けてもらえるってありがたいなと思ってて、みんな本当に優しいし、本当にあの見て、このできてないおぐりを見て、それに合わせたアドバイスをいただけるっていうのをすごく今感謝してて、本当に YouTube やっててよかったなって思ってます。のコンテンツ的にもそのリフティングっていうのがあまり強い部類ではなかったっていうのもそのヨウさんも言ってたんですけど、さらにその中でおぐりはできないところからできるようになるっていう需要があるのか、見たい人がいるのかって言った時に、すごく一部の人に向けての動画配信から始めたと思うんですけど、でもねこれからは乾選手っていうサッカー選手が宿題を出して、この技できますかっていう風にやってたりとか、あとは芸能人もリフティング始めたりとか、 TikTok も結構リフティングで盛り上がりだしたっていうのもおっしゃってたので、これからきっとリフティングもっと来る時代が来ると思うんですけど、おぐりもこんな鼻くそだけどちょっとは力になれるような、そんな人になりたいなって思ってます。けどね、すごい人ばっか見てると、人って私には無理っていう風になっちゃうかなって思うんですけど、このクソみたいなおぐりを今見といてもらって、どんどん上手くなって、上手くなるのが前提ですけど、本当にそこまでいけたら私もできるかな、こんなクソでもできたんだったらっていう風に、いろんな人に気づいてもらえたとか、いろんな人もやってみたいなって思ってもらえるような、そういう人になりたいなって思ってます。本当にもういろんな人から、こんなチャンネル伸びやへんとかクソやって言われるけど、今やめたら本当にクソで終わってしまうので、クソ卒業できるように頑張ります。今はね本当に自粛って言われてて、何にもちょっと出ていけない、ぼっちでやるしかない状況だとは思うんですけど、この自粛が明けた時には東京とかの方に行って、もう本当に東京の方がフリースタイルやってる人の人口多いなって感じたので、上手い人のところにガンガン突っ込んでって一緒に練習させてもらえたりとか、そんな風になれるようにしたいなって思ってます。本当にフリースタイルフットボールもなりたいなっていう風に今思ってるので、もうね今習うほどでもないぐらいちょっとクソだから、もっともっと技とか挑戦できるようになっていけば、技を習った時にためになったりすると思うので、本当に今のうちに頑張って練習したいと思います。そして自粛も明けて、おぐりもだいぶ蹴れるようになってきたら、47都道府県を旅をして、各地の有名どころでリフティングをする動画を収めたいなって思ってますので、多分いろんな県にフリースタイルやってる人、リフティングやってる人いると思うんですけど、よければそこでお会いできたら一緒に練習したいとかしたいですね。もう今おぐりボール拾いとリフティングをできるようになるしかちょっとできてないのであれなんですけど、いろんな各地回るときにはもっと上手くなって、みんなとバトルとかできるぐらいまで上手くなりたいなと思ってますので、ぜひぜひ応援をお願いします。そして上手くなったときにはコスプレリフティング、ラブホタカでリフティング、リフティングで逆ナンみたいな、そういうちょっといろんなことを絡めて、あんまりサッカー興味ないよ、リフティング興味ないよって人でもちょっと見れるような動画作り、企画作りをしていけるようにしたいなっていう風にちょっと考えてます。
まだちょっと今練習見てするところが強くて、なかなかできてないこともたくさんあるんですけど、こうご期待ということで、皆様楽しみにしていてくださいね。もし皆様もおぐいにこんなことやってほしい、こういうのやったら面白いんじゃないかっていういいご意見ございましたら、コメント欄で受け付けておりますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。今は下手くそでなかなかできなくても絶対覚えておいて最後実現できるように頑張ります。ではでは、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。初見さんもし見えましたらチャンネル登録お願いします。